はい。おはようございます。沖縄おば場です。見てください。かわいいですね。はーい。ねえ。かわいいですね。お腹まっちりでちゅー。はーい。ねえ、かわいいお顔ですね。あらららら。あにゃ。ぜ <laughs> 全員かわいいですね。はい。皆さんどうも、おはようございます。沖縄おばばでございます。はい。えーっとですね。えー、まあ、すごいニュース入ってきてますね。 もう何で言っていいかわからないんですけど、この国終わってます。はい。終わってます。はい。完璧に終わってます。はい。えー、まあね、終わってる理由っていうのは簡単で、ダーのキッシーさんですね。あの方自体がもう終わっちゃってますね。はい。えー、何の役にも立ってないと。はい。えー、国民にとって害になることばっかり。 わかりやってる方ですね。あの方はね。はい。えーとですね。なんというか、本当に呆れた事象が出てきたんですけど、えー、この後に及んでね、えー、減税が一言も出てきませんでした。昨日の初心、初心証明演説。まあ、とんでもないですね。あの方。で、えー、やったことはといえば、やったことはといえばですよ。 自分たちの給料を上げました。はい。えー、特別国家公務員ですね。いわゆる、あのー、閣僚とか官僚とかね。はい。えーの人たちの給料を6000円ずつなんですけど、上げました。もうは、はって感じじゃないですか。この前ね、なんか、あの、パフォーマンスしてましたよね。あのー、いわゆるね、 えー、スーパーに見に行ってね、ああ、上がってる、上がってる、食料品高くなってるってパフォーマンスしてましたよね。えー、でね、えー、給料アップしなきゃいけませんね、みたいなこと言ってましたよね。で、えー、しも,もの給料をアップするんじゃなくて、自分たちの給料をアップしました。<laughs> もう、私泣けてきます。もう、この、このね、 この状況を見たときね、わかりますあぜんとしました。で、あの、議員さんたちって、給料、1ヶ月の給料200万ちょっともらってるんですよ。わかりますよね、言いたいこと。はい、えーな、もうね、あの、働いてる人はいいんですけど、まあ、 ダーキシさんはあれなんでしょうかねパフォーマンス量なんでしょうかねはい。パフォーマンス量なんでしょうか演じてますよね何かを。<laughs> もう本当にね、呆れて何も言葉が出てこないんですけど。自分たちの給料を上げました。6000円ずつですけど。まあ、6000円ってね、そんなにね、ちっちゃい金額だから大したことないじゃんって言うかもしれませんけど、 えー、閣僚とか官僚とかのね、えー、その給料ですよ。もともと高いんですよ。で、プラス6000円です。でもってですね、えー、ボーナスもなんか上げるみたいです。はい。えー、なんか1割程度上がるって言ってましたね。すごいですよね。えー、給料3ヶ月分とかなんで、あの人たちのボーナスって、えー、600万、700万ありますよね。プラス1割ですよ。 狂ってますね、この国。狂ってます。はい。えー、これね、給料アップ必要だってね、分かったのはいいんですけど、それで自分たちの給料アップするかって話ですよね。まあ、馬鹿にしてますよね、本当に。はい。馬鹿にしてます。っていうかね、多分ね、あの人たちの感覚は、もうどうだっていいんでしょうね。 絞れるだけ絞り取って、で、自分たちの分をね、上乗せしてね、えどうせあいつらはね、ご、えー、のね、イムだからね、えー、いいんだよ、絞り取ってみたいなね。なんかね、お隣のお C の国みたいですよね。はい、一般市民から絞り取ってね。 えー、で、自分たちはいい生活をするというね。なんか死の国みたいだなと思います。この国。まあ、副福総理がね、あの、ね、あの、あっさんですからね。あの人言いましたからね、前。はい。なちなちのやり方に学びなさい。みたいなこと言ってましたからね。 はい、えー、おかげさまで日本はめちゃくちゃになり日本人の生活はねめちゃくちゃになりで美味、えー、しい汁を吸っているのはごく一部の上部の人間だけということになってきてますね。はい、えー、まあね昔はこれほど差はなかったと思うんですけど昔はね はい、えー、税金こんなに取られませんでしたから、はい、いろんな意味でね、えー、おかしくなってます。昔の税の負担率って取られて20%ぐらいだったと思いますよ。えー、まあ、私があ社会に出た頃は10%ぐらいしか取ってなかったです。で、消費税もありませんでしたし。でも、あのー、普通にやっていけたんですよ。で えー、結構ね、高いものも貯金して買えたりし,しましたしね。はい。えー、でも今ね、えー、あれですからね、半分ぐらい税金で持ってかれちゃってますからね。まあよくこれ、ね、あの国民の皆さん考えないと一体何が悪いのか。はい。一体何が悪いのか。はい。わかりますよね。そういうことでございます。 えー、そしてねまたあこんな感じの事故がね朝から報道されてましたなんか幼稚園のバスとね出会い頭に車がぶつかったみたいです、えー、とりあえずね、えー、車の方乗用車の方は怪我したみたいなんですけど幼稚園の人子どもたちにね怪我がなかったのは良かったと思います。 もうこんなんばっかりですね、毎日。はい。えー、呆れ果てます、私。はい。えー、まあね、これでもね、えー、お祭りに行く方は行くんでしょうけど、もう止められません。はい。そういうことです。えー、まあ今日もね、一日、それはそれとってね、えー、自分たちの生活はね、楽しく、豊かにね、はい。えー、ものは豊かじゃなくても、心豊かにね、過ごしてまいりましょう。 はい。まあ、そういうことでございます。それでは皆さんまた、あ後でね、後ほどお会いいたしましょう。おきげんよう。沖縄おばばでした。どうですか、みけたん。かわいいですね。あーはい。おテてもね。